第1回開示選手権。どうも伊藤開示だ。開示だ。どうも開示だ。おい、俺が開示だって言ってんだろ。俺が開示だって言ってんだろ。ふざけんな。だから誰が一番開示か決めるぞ。俺が開示だけどな。はい、じゃあ今回は、誰が開示なのかをじゃあ大喜利で決めていきたいと思います。はい、全部ところで大喜利という賭けってことか。じゃあ一番開示じゃなかった人はじゃあ1週間、その服で生活してもらうのと1週間名前が伊藤開示になる。全然いいけどな。当たり前だ。俺は伊藤開示だからな。じゃあ大喜利やっていきます。俺が伊藤開示。第1問、こんな地下労働は嫌だ。おい、地下労働、地下労働のことを甘く見てんじゃないよ。地下労働はもう嫌だ。班長大月、4号組。これは一番開示っぽい回答をした勝ちなんだよな。そうですね。当たり前だ、俺が伊藤開示なんだからな。一問一答か。お前は誰だ。ちょっと、まだですか。待ってくれ待ってくれ待ってくれ。俺らは地下労働に対して強いトラウマを持っているんだ。そうだ、思い出したくもない、あの地獄の日々、乾ききった食事。そもそも地下労働が嫌だ。確かに確かに。こんな地下労働は嫌だ。じゃあ伊藤開示から。そう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 、昼ご飯のデザートがいつも信玄餅なんだよ。じゃあ次の回答、伊藤開示。おお、任せろ。こんな地下労働は嫌だ。地下帝国をまとめてる会社がすごすぎて、あの全部デスクワークで作業できる。いい環境いる。最新機器をパソコンで作業すれば終わるぜ。開示だ。開示開示だ。こんな地下労働は嫌だ。伊藤開示。洞窟を掘ってる最中にこういうモンスターが出てくると近づくにつれて爆発してくる。マインクラフト。なんだお前は。めちゃめちゃ感じまった。誰だお前は。カイジだ。はい、マイナス5000ペリカ。うわぁ。おつけ、誰が一番カイジっぽいか決めろよ。じゃあ真ん中の伊藤カイジ。うわぁ、45万ペリカの大勝ち。これで1日が5日まであと5万ペリカ。まだでしょ。どうしてだよ。落ち着いてください、会場の皆さん。第2問、キンキンに冷えてやがる的なことを言ってください。くそー、あのビール、班長がくれたあのビール、350ミリ缶のあのビールが犯罪的にうまかったんだ。ちょっと、両端のカイジさん。できたぜ、班長。行くぜ、左側のカイジ。うん。キンキンに冷えてやがる的なことを言ってください。ギンギンに目が血走ってやがる。危ない。山々みたいになってる。じゃあ真ん中のカイジ、キンキンに冷えてやがる的なことを言ってください。カイジ君、下手っぴさ。キリンビールがキリンキリンで冷えてやがる。どういうキリンキリンだ。キリン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 のビールがキリンキリンで冷えて。コンビニのビールが地下労働でほてったからにしびれ。このビール一家のために犯罪でも。俺が伊藤開示だ。あ、じゃあ右側の開示君、キンキンに冷えてやがる的なこと言ってください。おい、班長の髪の毛がピンピンに生えてやがる。やば。決めてくれ、誰が一番開示か。はい、じゃあ右側の開示君に1ポイント。やっちゃうぞ。どうしてだよ。どうしてなんだ。くぅ。第3問、カイジが負けた唯一の賭けとは。俺が負けた賭け、あれしかない。あれしかないだろ。これで俺は1日外付けをゲットして4号組のみんなを助けるんだ。大丈夫か、お前。本当にカイジか、お前。おい、触るな。触るんじゃねえ。お前はどうなんだ、お前は本当にカイジか。俺はカイジでは。カイジでは。本当にカイジなのか。両端のカイジくん、できましたできたよ。
できた。じゃあ真ん中のカイジ君から、カイジが負けた唯一の賭けとは。ざわざわ、これで負ければ俺はバイト代の半分を失うことになる。みんな行くぞ、最初はグーじゃんけんぽい。高校の頃友達30人とやった30人分のジュースをジャン負けでかけた大ギャンブル。カイジに高校時代があったって抜け。カイジ大負け。唯一負けたギャンブルエピソードだ。くそ、お前らどうなんだよ。左のカイジ君から、カイジが負けた唯一の賭けとは。お前ら忘れちまったのか、あの時の最終決戦のことは。利根川とやったけん玉チキンレース頂点に入れず俺だけ敗北した。おい、なんでその勝負。誰だこれは。利根川って誰だ。利根川って書いてるだろ、どう考えても。利根川だろ、どう見ても。利根川だよ。じゃあ次、右の怪獣。俺は、あ、今カイジが負けた唯一の賭けとは。俺が負けた賭けは一つしかねえ。トネガートの牛乳おごりじゃんけんだ。牛乳おごりじゃんけん、これだけ。牛乳おごりじゃんけんって、これだけだよ。これだけ。牛乳おごりじゃんけん、お前らイカサムだ。はい、じゃあ今回ポイント入るのは、こちらの伊藤カイジ。うおっしゃろ。どうしてだよ。あ、こっちゲーム。どうしてだよ。どうしてだ。俺はこのギャンブルで負けたんだよ。30人分のコーラをおごったんだ。俺が一発負けで29人全員チョキ。それすごい。俺だけパー。イカサマを見抜けなければイカサマじゃねえんだ。負けだ。やめろ。お前の負けだ。やめてくれ、やめてくれ。次に行こう。はい、切り替えな。第4問、もしも中学の担任が伊藤海二だったら。おい、俺が中学の担任、そんな明るい未来が。おい、適当に。まだか、ギャンブルに時間はねえんだよ。よし、行こう、自信がある。あ、俺もだ。よし、俺がカイジっていうことを証明する。じゃあ右のカイジから、もしも中学の担任が伊藤カイジだったら。詰めた修学旅行費をかけてトネガーとキャンブルし燃やされちまったんだよ。何やってんだお前。ああ、いくら使ったんだ。65ペリかな。安い。 6.5 円じゃねえか。はい、じゃあ真ん中の ペリカじゃねえわ。真ん中どうした。俺は伊藤カイジだ。ペリカじゃねえ。真ん中のカイジ、もしも中学の3人が伊藤カイジだったら。お前らよく聞け。なんで今日のホームルームは地下帝国で、あの食事に出てきたチキンの骨からゾロ目菜を作る方法だ。おい、実践をもとに細い線がぐちゃぐちゃだ。骨を削って細胞を切り出し、この赤い部分は自分の血を使って赤いをあれを描くんだ。なんだって。天才的だ。その実習を今日のホームルームでやる。結婚は8月6日。じゃあ次、最後の開示、もしも中学の担任が伊藤開示だったら。よし、お前ら授業を始めるぞ。起立、気をつけ、熱々の鉄板に10秒焼き土下座だ。厳しい。ああ、面白い。テンポがいい。こいつ、焼き土下座しろ。声は返しじゃないけど、内容は返しだ。どちらかといえば、利根川だ。確かに。誰が一番返しっぽかったんだ。ああ、自分の意見がついちまった。ポイントが入るのは、メガネ返し。うわぁ、どうしてだよ。2ポイント目だ。じゃあ最終問題、父親が驚いた娘の一言とは。父親が驚いた、それはどう。なんだよ。できたぜ。できたんだ。できたのか。ちょっと待ってくれ。俺には白紙に見えるけどな。俺が本物のカイジっていうところを証明してやるよ。あ、ちなみに今ポイントが2ポイント1ポイント1ポイントなんで、メガネカイジは抜け確定。いいのかお前、そんなぬるま湯使っといていいのか。最後の問題、おう、ゴークマンペリカ。ゴークマンペリカ、ゴークマンペリカだとか、ゴークマンペリカ、ゴークマンペリカ、小学生みたいな態度だ。ゴークマンペリカ、ゴークマンペリカ、いいか、これが最後の問題だ。ゴークマンペリカ、幸か不幸か、天国か地獄か、裏か表か、ヘビか悪魔か。
じゃあ誰か行きたいやつはいますか。俺から行こう。ああいい度胸じゃん。メガネ怪人父親が驚いた娘の一言とは。娘の気持ちになって書いたぞ。藤原竜也とならワンナイトがギリ。そんなこと言うな。女の子がお父さんに向かってそんなこと言うな。こいつなかなか度胸持ってやがるな。さあこいつはいけるぞ。こいつとキャンブルしてみてぜ。父親が驚いた娘の一言とは。お父さんカイジみたいなチンチン入ってきちゃった。どういうこと。どういうこと。お前ら指示分かってる。一番怪人っぽいやつを決めるやつだぞ。真ん中の怪人、父親が驚いた娘の一言とは。お父さん、久しぶり。この前、パチンコ打ちに行ったの。そしたら手が血のマニキュアがされた後に指をこう全部落とされて、こうなっちゃったの。おいおい、指がねえじゃねえかよ。縫い合わせた後、おい、借金を背負って会長と戦って負けて、こういうなんか包丁みたいなやつでこう。今回5億万ペリカが入るのは誰だ。真ん中の怪人。俺が伊藤刑事だ。あの地下送りはもう上がれたんだ。よっしゃ。地下送りはお前だ伊藤刑事。悔しい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 。だがこれでいい。